7 NPO Kyoto Community FM。 建築カフェ。はい、始まりました、建築カフェ。私はパーソナリティ、建築デザイナーの藤村正嗣です。はい、アシスタントの竹村まりです。この番組は毎週月曜日5時半から生放送でお送りしております。なんか天気いまいちですね。そうです ね、このね、いまいちな天気の中の週末にゴルフに行ってきました、はい、行ってきましたか。行ってきました。あの水曜日のほら、毎日アシスタントしてるオフチョってあるじゃないですか、はい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 、オフチョの第1回コンペということで。お、第1回。そうで、嫁さんが大、はい、張り切って、はい、もうゴルフやんでね、ハマってはりますからね。コンペやんでって言って、フジ兄の影響でそうそう、はい、で、まあ、いかがしゃあないし、はい、行ってきて、はい、でね、割とまあまあの成績やったんですけど、はい、僕がね46、47、93というスコアで、はい、まあ、ハンディいろいろ、まあ、ダブルペリアで出て4位です。おー、まあまあ、まあまあですね、まあ、だから優勝しようと思うとやっぱり80代出さなあかんなということで、はい、もうちょっとかな、まあ、あとは詳しいことはちょっとね、多分水曜日に米さんが言わはりますから、あのバラしたらいいか、ね、はい、はい、そうですね。それともう一つね、こうラジオ関連で言うと、はい、まあ、今は水曜日のオフ調なんですけど、はい、あの火曜日の10時からということで、はい、あのボンズカフェってあるじゃないですか、はいはいはい、長寿番組、はい、7、8年続いてるという ね、はい、で、あ、出てきたんですよ、先週ゲストでで、はい、坊主頭が3人やと、はい、お坊さん2人でやっと出会ったんですよね。本職と、はい、あのまあ、僕は偽坊主やね3人で、あの番組でめちゃくちゃ面白いんですよ。でね、ここの、まあ、狭いスタジオにね、はい、あの4人、僕入れて5人入ってでね、無事に大きいしな、大きいしな、でね、あの京都三条ボンズカフェ杉岡でしたとかで、はい、おかまいでした、ふにゃこでしたって言うたら、はい、このビルのデザインはどうなんかなってね、はい、カジタ和尚がいるんですよ、はい、そこ名前言うとこやろみたいなねで最後でそのおもろい、はい、美味しいとこカジタさんがバッとさらってね、はい、終わりでした。そんな終わり方したんですか。もうね、カジタさんって全然喋らへんねん、はい、もう多分ね、私も見たことあるけど、そうですよね、あの1時間番組で10秒ぐらいしか喋らへんのに美味しいとこバッと取っていかはんねん。楽しんできたんですね。でも楽しかったですね、ええ番組です。ありがとう、はい、楽しかったですね、はい、はい、この番組は伊賀の浅田建築、積水インテリア、東京名古屋大阪の協力でお送りしております。私たち積水インテリアは幅広い知識と豊かな感性で安らぎの空間づくりをお手伝いします。心地よい空間の答えは一つではありません。あなただけの心地よい空間を一緒に作っていきたい。リフォームからインテリアコーディネートまで、皆様の暮らしをコーディネートする積水インテリア、積水インテリアで検索してください。建築ぶっちゃけトーク。はい、このコーナーは毎週ゲストをお招きして建築の裏表、建築なんでもぶっちゃけ話のコーナーです。はい、本日のゲストはですね、京都造形芸術大学准教授で、建築家の小野明彦さんにお越しいただきました。はい、小野さん、こんにちは。こんにちは。お久しぶりというかね、この前、まあ、時々ね、時々会ったり飲んだりしてる中なんですけど、学校で一緒に教えたりも。そうですよね、もうね、まあ、僕を、まあ、造形大に誘ってくれはったも小野さんみたいなところがあってね。そうなんですか。うんうん、まあまあ前から、はい、まあ、何回あの時々会ったり、まあ、はい、お酒の場所が多いかもわからないけどあのしてる中なんですけど、お酒の場、ね、小野さんね、今日読んだのはね、はい、実はね、この前面白い住宅を建てはって、はい、建てはってというのは設計者はってですけどね、はい、でね、僕は、ね、見に行かしてもらった。あ、そうなんですか。うん、でその見学会みたいなのがあって見に行ってきてね、いや、これはもうぜひとも建築家で話してもらわなあかんということで、はい、ちょっとね、ご紹介いただきたいんですけど、はい、崖窓庭の見えという題材がついてますね、はい、まあ、箕面の方でしたよね。そうですね、ね、あれは、うん、まあ、どんなきっかけでというか、そうですね、まあ、
タイトルその崖縁中なんか見慣れないタイトル、はい、崖縁と窓庭、はい、まあ崖縁に立ってるんで崖に張り出した崖っぷちにね、崖に、まあ、読み方によってはこれ崖っぷちって読める、あ、ほんまですね、崖っぷち窓庭の家僕の人生みたいなのが崖っぷちに立ってる、いやいやいや、うん、それと窓庭っていうのもね、はい、なんか見慣れない言葉で、そうですね、ちょっと奥行きのある窓で、はい、まあ、庭にもなるような窓みたいなんで、うん、ここ最近ちょっとそういうテーマを展開してみたりしてるんですね、はいはい、でね、面白かったのはね、まあ、うん、その写真をまあ見せていただいたんですけど、はい、立つ前のね、うん、あの土地が平らじゃないんですね、はい、崖なんです、本当に崖なんですよ、ね、で、あこにこう家を建てようというね、僕らからしたらね、はいはい、発想自体がまず、はい、と思うようなね、うん、でそこに、まあ、まあまあその設計してやろうというね、小野さんもすごいなと思うんやけど、ね、うん、まあ、普通平らなとこやとね、あの、まあ、土地、まあ、構造計算もしやすいけどね、うん、あれどういうふうにこう考えてこう建てようという計画だったんですかね。まずは、あのお客さんがネットで、はい、あの敷地を、まあ、あのって言ってもこう映像がないから分かりにくいと思う、10メーターぐらいの落差がある、はい、崖淵ですね、川がちょうど曲がったとこに面した敷地なんですね、はい、で平たいとこっていうか平らなとこってちょっと三角形のもう猫の額みたいなとこちょっとあって、はい、あとはほとんど崖みたいな場所なんです、まあ、あの川張った方も川張ったとこに土地が、まあまあそういうのもあったんやろうね、けどね、でね、ネットで見て、はい、で、まあ、値段安いわけですよ、やっぱそういう土地、まあね、ちょっとね普通じゃないですからね、うんうん、だから、まあ、ちょっと見に行ったらしいんですけど、はい、まあ、なんていうか敷地の中には柿の木が生えてて、はい、で向かい側は低い位置に公園があるんですけど、はい、公園には桜があったりするんですよ、その2つの木とか、まあ、あと、はい、まあ、駅からも近いし、はい、まあ、美濃なんですけど、はい、結構とてもこう宿命的なものを感じ出した、はい、らしたみたいで、お客さんが、はい、そんで、はい、まあ、僕も、はい、知ってたん で、はい、でここに建てれますかって聞かれたんですね、はい、僕ら、ね、建築家的な人間はですね、はいはい、もうそういう難しい敷地ほどこう、そうだね、気持ちがかきたてやったぞみたいな、まあでもね、3割ぐらいね、はい、立つと思ったら立てれますって言いますよね、いや言います、言いますよね、はい、そのかか確証がなくても3割ぐらいいけるかなと思ったら、なんとかしようと、はい、俺の力でなんとかしようみたいなね、そこありますよね、まあ、やりたいって言うとなんとかなるやろ、はい、でも安請け合いですけどね、ほとんど、そうですよね、その後の大変さを、うん、あの後から振り返るとですね、いや大変そうですよ、その上建てると下の方が大変ですよね、そうそうそう、土地を形状を作るというか、ね、だから崖地で川に面しているから、うん、はい、まあ、いろいろややこしい、あの、はい、国が河川を管理してまして、はい、まあ、そことの折衝みたいなのも結構あってですね、はい、でまずはこう、まあ、この間 の、 あの大震災の津波の話の後だとあれなんですけれども、はいはい、まず僕最初に敷地見に行ったのもう3年ぐらい前ですけども、はい、この敷地がなくなる恐怖感みたいなの初めて、はい、敷地がなくなるっていう感じを初めて抱いて、そんなん抱いたことなかったんで、はい、うわこんなとこって思ったんですけどね、はい、でまあ、やっぱり河川局から言われたのは、はいはい、100年に一度のもし大洪水が来た時、うん、はいはいね、既存のね、はい、今こう擁壁があるんですけど、はい、石で組んだね、はいはい、あれが流れても、うん、ちゃんと自立しといてくれ建物は流れだってね、ほんまにね、それこそ大洪水の時にね、はい、一緒に流れていきそうなイメージじゃないですか、ね、うん、特にあの川の曲がるとこでしょ、うんうん、力が一番かかるじゃないか、外川って川のね、そうなんですよ、そこに立ってるから、まあ、そうなんですよ、はい、でまあ、まあ冗談でね、この冗談になりませんけども、うんうん、もう、はい、もうそうなったらもう船みたいに浮く家作ったらいいんじゃないかみたいなそんな本当冗談にならないんですけどね、はいはい、そういうことも言いながら、はい、まあ、ただその今おっしゃったようにその川の流れがぶつかるところなんですよ、はい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 、で特にこう、まあ、水当たりで、うんうん、まあ、特に土が流れていきやすい部分というのがあって、はい、まあ、その辺を注意深くやらなきゃいけない、はい、ただ逆に言えば、はい、そうやってもう長い年月かけて川がこう、そこにぶつかって曲がってきた場所だから、意外と地盤は硬かったんです、うんうん、あ、割といい、逆にね、うんうん、逆にね、逆にすごい、それ以上削られないというところまで来てるだけですよね、割と強いんですよ、うん、調べてみたら、はいはい、まあ、ただね、大きなこう岩っていうか、はい、礫がゴロゴロしてる地層で、はい、まあ、そこにこう、まあ、杭を、まあ、普通その擁壁立てて、はい、その土埋めてね、立てればいいやんって思われるかもしれないんですけど、はい、まあ、これは河川局からもその既存の擁壁をいじるなと、はい、ダメージ与えないようにしてくれっていう段階で、はい、もうそういう新しくコンクリートの擁壁を立てることは、はい、まあ、不可能、はい、まあ、そうするとあとはもう杭を打つしかないんですよ、そうですよね、うん、まあ、杭って、まあ、いうのは、うん、安定した地盤まで到達させて、はいはいはい、その上に基礎、はい、ね、基礎を乗っけて家を建てるもんなんですね、はい、だからそういうもんなんですけど、まあ、それを打つのに、うん、
こうやって岩がゴロゴロしてたら、はい、結構まっすぐ打てなかったりとか、ね、それ以上打ち進めないという恐れもあって、うん、まあ普通の杭ではいかんと、うん、割ともう馬力があるやつでグリグリと、うん、グイグイでいっちゃうと、うん、結構それを、そうですね、うん、まあ、そのあの行動的なもんはあるんですけど、うん、実際の住み心地、うんうん、みたいなことがね、はい、ものすごく気になるんですよ、うんうん、そうそう、だからまあそういう技術面は我々とか工事の人が頑張ればなんとかなったと、うん、で実際できてみたと、はい、それがまたねなかなかびっくりしました。いい家なんですよ。今さっき写真で見させてもらったけど、うん、景色もいいしね。あれ瀬下どうなんですかね、見ても大気に入りです。いや、気に入ってくれます。いや絶対気に入りでしょ、うん、絶対気に入りますよ、うん、結構いろいろあったんですけど、紆余曲折が、うん、あのおせっさんとなる、でも最終的にはすごい気に入ってもらって、縁側のところが川に面してるんですよね、うんうん、そうそう、だからそのさっき言ってはった桜が綺麗に見えるし、そうそうそう、川流れてるし、ね、結構絶景ですよね、はい、でも面白いのがあの奥さんがね、はい、ああいう場所なんだけど、はい、外側に閉じて内に開いた家にしてくれって最初におっしゃった、プライバシーの話ですね。そうそう、外から、うんうん、橋とかが、はい、まあ、あの近いのでね、外から見えない、はい、まあ、そのために奥行きのある窓っていうのがあって、まあ、それは有効ですよ ね、 あの縁側的な窓って結構ねちょっと見にくかったり、はい、中からよく見えたり有効なんですね。それとあの面白かったのが窓が下にあったじゃないですか。そうそう、下の風をね、川の涼しい風を取り入れて抜いていこうって、はい、あれはね、あれはね新しいアイデアでもあるし、はい、この崖っぷちでしかできないアイデアなんですよ。まあ、夏はクーラーいらずで行けちゃうかという、だからもう今 あの節電です、はい、あれはもうエアコンいらない、エコな、うん、エアコンいらないかもわからないですよね。すまあ夏ならないとわからないですけどね、あれはもうバッチリ小野さんのアイデア良くて、はい、あの 下から窓をつけるなんてなかなかね、下から風が入る、風が入る素敵な家、お手人もね、もうちょっと1年ぐらい経ったらもう一回見たい感じしますね、はい、怖いですね、怖いですけどね、拳銃が1年後は怖いですけどね、写真見せられるのは残念でしゃないですけど、ね、ちょっと ね、もう早いですね、もうね早いですけどね、時間が、あの参りました、はい、ちょっとリクエストの方ね、はい、いただいてますので、はい、はい、おなけひこさんのリクエストです。ルーリードのマイハウスです、はい、どうもさん、ありがとうございました、ありがとうございました。私たちが作りたいのは建築物ではなく住まいという場です。年月を経て住む人に馴染んでくる、そんな住まいを提案します。伝統の匠の技と本物の素材にこだわった注文住宅を建築するなら浅田建築にお任せください。詳しくはインターネットで浅田建築と検索してください。
久美の何でもこーい。はい、このコーナーは建築のことなら疑問難問何でもビフォーアフターの匠藤兄がお答えしようというコーナーです。はい、お答えしましょう。はい、また恋愛問題やら人生相談にもお答えしちゃうかもって感じでですね。はい、はい、はい、じゃあ今日もまた答えいきましたね。人生相談ですか。はい、はい、ちゃいますよね。ちゃいますね。ちゃいますよね。恋愛問題ですよ。ちゃいますね。ちゃいますね。はい、ちゃいますよね。はい、お便り読みますね。はい、今週いただいたお便りです。はい、毎度藤村さんこんにちは。毎度いたします。あ、毎度藤村さんこんにちは。はい、藤村さんのブログ見ました。はい、ありがとうございます。息子さん惜しかったですね。できることなら何とかしてやりたい、うんうん、との親ならではの思いが伝わってきました。はいはい、昨日は父の日、はい、ちょっと早かったですが、はい、父親実感できる最高のプレゼントをもらいましたね。そうです、はい、子はかすがい、はい、これからも家族仲良くやってくださいねとチラシ屋よしゆきさんです。ありがとうございます。いや、うちの息子ね、あの、はい、砲丸投げやってるって言ってたんですけどね。そうですね、はいはいはい、インターハイ近畿大会まで行ったんですけど、はい、全国大会に行けへんかったんです。うん、でもすごいですね、うん、でも僕ら親としては褒めてやってるよ、うん、ということを実はブログに書いて、うん、でそれをまあ吉木さんが呼んでくれはったよね。うん、まあこうはかすがいて、かすがいて難しい感じでこれ建築の道具なんですよ。あの釘みたいなもんでね、はいはいはい、こんなこの字型しててね、こうピュッと止めるのかすがいて、離れへん。それでこの感じなんですかね。うん、離れへんのですわ。やっぱり親とこう引っ付ける、つなぐんですね。うん、つなぐもんなんですよね。まあそれがまあうまいこと言ってくれはんなとね思いますわ。こうはかすがい建築番組で。お父さんとお母さんをつなぐかすがいじゃないですか。あ、まあまあ、あの朝から他の人と。そうか、そうやな。そうですよね。そうやわ、子供がかすがいやいう話や、ね、これは。あ、そうですわ。かすがい、うん、まあまあ、でもあのいい息子ですよ。はい、はい、いい息子だと思います、はい、あのと思ってます、ね、はい、はいはい、だあの先週言えへんかったね。先週ね、はい、読まなあかんかったんですけど、コケパンマンさんごめんなさい、先週こう答えできなくて、はい、ね、はい、藤兄まりちゃんこんにちは。リアルタイムで聞くのが無理な時はユーストリームで聞いて見ています、はい、今年も早いものであと1ヶ月で祇園祭りがやってきますね、はい、やっぱり祇園祭りといえば浴衣、はい、マリちゃん浴衣は着ないんですか。マリちゃんの浴衣姿見たいな。無理かな。着ないですか。着ますよ私。あのいつももう一つの番組の方、夏場ずっと浴衣で出てるので。はい、はい、藤兄は浴衣や準備を着るとボンズカフェになりそうだからいらないですいらないですって、いらないです言ったよ。何やねん、着てきてあげてください、ね、着てきたろ、はい、冗談はさておいてって来てください、うん、はい、冗談はさておいて、はい、藤兄にお聞きしたいの、はい、家の値段のことなんです、はい、よく坪単価という言葉が出てきたりしますねって、はい、何度か聞いたことがあり、素人なりになんとなくイメージしてはわかるんですが、はい、これは家のどこからどこまでの値段を言っているのでしょうか。どうも私には坪単価はどんぶり勘定的なイメージがあります、はい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 、素人が安心して分かりやすく家の値段を知る方法はありませんか、はい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 、よろしくお願いしますということで、なるほどね、はいはいはい、分かりにくいでしょうね、はい、素人の方に坪単価というとも ね、 そうですね、これはね、だからまあ、指標、一つの指標やと思っていただいたらいいんですけど、はい、まあ、坪っていうのは、まあ、3.3 平米のこと一坪って言うんですけどね、はい、に、はい、建築の総コスト、はい、建築コストから設備全部含めてですね、はい、いくらかかったのを割ってね、はい、やったら大きい家も小さい家も比較しやすいというのを坪単価って言うんですよね。だからもう単位を決めてしまうと、はい、でだから坪単価が、50万円の家と100万円の家やったら、はい、まあ、100万円の方が高級住宅ということが言えるわけですよね。買った状態でなんだ、できた状態で割って最終的にいくらかかったよというのをまあまあ坪単価って言うんですよね。でそれをまあまあ、逆転して言うと、はい、どういう時に用いるかというとね、はい、まず概算見積もりというんでしょうかね、はい、まあ大体自分が40坪ぐらいの家に住みたいな延べ床ですけどもね、はい、でいくらぐらい予算かかりますかと、はい、した時に例えば、はい、まあ、僕らの実績から言うて、はい、まあ、どのぐらいの設備が入ってどのぐらいの程度だったら、例えば、まあ、坪70万としましょうか、はい、40坪だったら、2800万ですね、はい、だいたい2800万ぐらいで立つん違いますやろかというような時に用いると有効なんですよ、はい、うん、それをまあまあ一部のね、工務店さんがうちは坪単価安いですよみたいな方法でね、広告にも持ち上げることがあって、はい、でちょっと混乱してはる人がよくあると思います。だからあんまりそのだからどんぶりちゃうかとかなんですけど、基本的にどんぶりなんです。どんぶり感情なんですよ。あ、そうか、だって上に、そうそう、私上立たへん状態でのことやと思ってたんですよ。あ、違うんですよ、土地の価格やと思ってたんで。建築の価格なんです。建築の価格を延べ床っていうもんでね、割って単位を出すわけですよね。ですから小さい家でも大きい家でも一つの単位を出したら、ほら値段が出てくるじゃないですか、はいはい、だから坪単価が高い家っていうのは、まあ
まあ、高級住宅というとちょっと言い方が違うかもわからないですけど、はい、お金がかかってる家ですよと、はい、でそれが低いお金がかかってない家ですよということで、で、あの工務店はそういう、あの、なんですかね、そういうちょっと坪単価うち安いですぜみたいな広告を出してるところもあるということね。ですけどそれはあの惑わされてはいけないのは、はい、やっぱりきっちり見積もりは必要なんですよ、はい、ですからあの構造体にいくらかかって、はい、基礎にいくらかかって、ね、でもちろん設計料もかかりますから、はい、設計料がいくらかかって、設計料サービスの嘘ですよ、はい、どっかに入ってますから。だって坪単価が安ければ安い方が、うんうん、あのお得な気がしてましたよ、うん、あのお得もうこの頃ね僕そんなにね、はい、得じゃないと僕は思ってて、ね、聞いてたらあのきっちりねあの、はい、やっぱ安いもんしか安く売れないので、はい、あのどこにお金がかかっててどこにお金がかかってないかっていうのは、はい、きっちりやっぱり見積もり書を出していただいて、はい、あの最終的には確認をして発注する必要はありますね、うん、だからなんかあのお金がかかってるポイントがね、はい、あのなんか設備キッチンの高いキッチン入れてるからタコついてるみたいな家もあるんですけど、やっぱりよくよく考えるとね、やっぱりいい柱使って、はい、ね、いい針使って、はい、いい仕上げ使ってるのって大事じゃないですか。大事ですね。ね、でそういうものにちゃんとお金がかかってるかとかね、はい、だからこれは坪単価では計り知れないことなんですけど、だからまあ概算の時にね、はい、少しこう坪単価みたいなんで予算組みをしてもいいんですけど、はい、最終的にやっぱりあの見積もりをちゃんと精査しながら、はい、あの家を建てる時に発注するということが建築には必要ですね。これはだから我々がお手伝いできるわけです、建築やってるものがね、はい、ですからこの素人の人ってほら一生に一回やったりするでしょ、見積もり見のね、一生に一回でしょ、で、はい、で一生に一回見て高いか安いか分からへんわけでしょ、分からないですね。で僕らまあ年間、まあ、例えば 5,6 件新築やってたら、はい、まあ、その何十倍か見てるわけですよね、はい、それを見てあこれはちょっとこの工務店さんはあのなんか設備にお金かけすぎやねとかね、はい、基礎もうちょっとこう安くできそうやねとかいうのがアドバイスできるわけです、建築家に頼むと。やっぱプロに聞かなあかんってことですね、と思いますよ僕は。だからあの設計料っていうのはね、アドバイス料も含めて考えるとね、はい、決して僕は高くないんちゃうかなと。そうですね、一生に一回のことですからね、そう僕は思うんです、ことですよね、そう思うんですけどね、あの、はい、そう言うとねなんか宣伝してるみたい、営業してるみたいです言わへんけどね、言わへんけどね、言うた言ってしもたから、はい、でも建築家ってほんまねもっとね、はい、だからあのこういう建築カフェやってるわけでね、はい、もっとね建築家を使いましょう皆さん、ほんまですね。そうこんなんねあの建築家使って坪単価だけじゃなくてね、ちゃんと見積もりまで見てくれるよと、はい、建築家はだからちゃんとこう、ね、うん、そうしてからね、はい、あのやっぱり発注してほしいな、はい、うん、いっぱい建築家に聞いてください。そう聞いてください、聞いてください、もっと、はいはい、このコーナーでは建築の相談を受け付けております、はい、ファックス番号が 075-253-6901、はい、075-253-6901、 E メールの方が info@radiocafe.co.jp、 info@radiocafe.co.jp です、また相談以外のお便りもお待ちしております、どしどし送ってくださいね。はい、もうねお別れ時間がまた参りました、はいはい、恋愛相談とかね人生相談もね、はい、いっぱい待ってますから藤兄はい、はい、あの来週お会いしましょう、またお相手は藤兄こと藤村正嗣と、はい、はい、アシスタントの竹村麻里でした。はい、それではまた来週お会いしましょう。はい、さよなら、はい、さよならユーストリーム。この番組は伊賀の浅田建築、積水インテリア、東京名古屋大阪の協力でお送りいたしました。Usted escucha 79.7 Radio Café.